さあということで散財してますか。私もよくやるけど、 YouTuber がただ PC 画面をそのまま映し、なんとなくおすすめをポチポチしている、そんなことないか。その YouTuber ちゃんと試したことあるのか。実物持ってんのか。おら持ってるよ。はい、というわけでどうもガチャンレルです。まあ、取材に行かず座ったまんま記事を書くことをこたつ記事みたいな感じのこと言うけど、座ったまんま買ったこともないのに使ったこともないのに紹介する、はい、こたつ紹介と言います。はい、ただ私はいろんなものを持っている。ほんでね、今回、いや初めてだわこれ。あの謎のタイミングで CIO さん、弟がいろいろ仕事してたりとかでさ、いやいや最近発売したのあれずるいんだけどみたいな、俺はもう欲しいって言ったらね、送ってくれました、ありがとうございます。じゃあタイミングがね、いいも悪いも Amazon プライムデーということで、私、まあ、今回これね、いただいたんですけど、今までですね、もう散々いろんなもの購入しております、使っております、ありがとうございます。ということでしっかりと今回ね、おすすめなのかどうか見極めていきましょう。いいもんもあるけど、俺は使わんものもあるぞ、しっかり。さあということで、今回セールになってるかちょっと分かんないんだけども、新しい商品が、おーやっていう感じに、ありがとうございます。こちらどうせなら、CIO っぽい色がいいかなということで、このね、緑っぽいやつありがとうございます。でこれがじゃじゃーんと CIO メイト製品ラインナップということで、ちょっとお求めやすく、ほんでカジュアルで可愛くといった製品でございました。ほんでこちらがチャージャー0102、共に定価はね1960円、2400円となっております。これ微妙にね、大きさ違う、ほんと微妙すぎる。いや1個にまとめればいいんじゃねえのってちょっと思ったりもするんだけど、こちらが 20W タイプ 21g、 そして 30W タイプ 49g ということで、倍違うんだ。本当にいい意味でも悪い意味でもちょっとおもちゃ感はあるんだよねこれ。ただマジ軽い。ちなみに、はい、ライバル持ってきました。おそらく同じスペックになるんだけど、見た目の高級感で言うとアンカーさんですね。なんか作りがね、なんかすごい堅牢な感じがしてアンカーさんで、まあ、ちょっと大きさも違うんだけどね。まあ、縦長だったりするけど、こっちはちょっと寸胴型というかね、こう太かったりとか、そこら辺もあって同じ 30W、49g VS 絶対意識してる。いくよ、軽い。まあ、こちらからは以上でございます。ほんでね、今回ので個人的にポイントはこれ、チャージャー003です。こちらですね、単体 20W、そして2つ線があるので2つ合わせて 15W みたいな感じのものでございます。まあ、ちょっと癖があるんですけど、重量はね 50g、20W 単体だったら完全にね、これ異常なほど軽いからね、これ1個の方が絶対にいいんだけども、やっぱポイントがね薄いそれに尽きる。ちなみにね、私の出張道具としてよく活躍してるのがねこれなんですよね、 45W タイプと 60W タイプ。これやっぱり薄くて使いやすい。でこれ52だけど 45W が67、ほんでもうワンサイズ大きいのが約 100g あります。ほんでまあスマホしか充電しないよとか、まあ、そこまで速度求めないんであればこれがベストになるんじゃないのかなと思います。いやそれにしてもマジで小さい。ほんでもう1点いいポイントとしては、これ壁とするとね、めちゃめちゃ、はい、わかるよね、こう下に押してもそう、これ落ちづらいんですよ。ほんでそのままケーブルを出すみたいなね、これ落ちづらくて、ベッドサイドのコンセントとかね、結構こう緩くなってたりっていうこともあるからさ、スマホぶら下げると落ちちゃったりっていうことある。ほんでこういうやつ、まあ、これはねまだこことの距離が短いけども、ここからくの字に、垂らすからちょっとね弱いやつだとポコンと抜けそうになるっていうの分かるじゃないですか。でもこれね、こういうことで抜けづらい。ほんでやっぱりね、何よりかさばりづらいっていうのはポイントです。なのでスマホしかね出張道具持っていかないっていう人はね、もうこれで十分。ただ個人的には、安定感も求めて、私ねこの中間サイズでなくて最近 65W とか持ち歩くようになりました。ちょっとせっかくなんで、よっこいしょよっこいしょよいしょ、とりあえず2本差しさせていただきました。 7W6W、 7W7W、 まあ 15W ぐらいとか言ってたから、まあ確かに、はい、そんな感じのスペックが出てる気がする。ただちょっと2個充電させるとちょっとなんか甲高い音がね、ちょっと聞こえるわ。
こらもらっといて。まあ一応報告は以上です。うん、まあ、たまにあるよね、充電器でちょっと当たりが悪いだけかもしれないけど、2本接続すると音がちょっと鳴ったわ。ただ従来の薄型の時は、あ、でもやっぱ上がりやすいね。今 18W、14W みたいな感じで推移してます。うん、安定感いいし、音もなってない。あ、そしてもう一つ、この CIO のこの、こちらの充電表示がされるやつおすすめです。他にもね、充電表示だと安いケーブルあったりするんだけども、これポイントなのが、そうなんです、絡みづらいやつ、例の絡みづらいやつになってるので、使っていてもたもたーっていう変な癖とかつかなくて、これに関してはめちゃ便利なので、出張にね1本ぐらい持っていくようにしております。まあそんで個人的にここら辺がね、私おすすめなんですけども、ちょっとこちらも届いたのでこれも見ていきますか。 NOVA PORT TRIO 2、 今ちょっとここを使ってるやつあったんだけど、これ NOVA PORT の DUO 2でございDUO でございますね。ちょびっとコンパクト化したみたい。ちょっとこちらはね、だいたい同じぐらいのやつと比べるとこうです。コンパクトなんだけども、ちょびっと2枚分の厚みがある、よく言う卵型ってやつですね。これ3ポートついておりまして、じゃじゃんと驚きの重量 103g となっております。クラファンでめっちゃしこたま打ったみたい。なので、あの3ポート必要っていうパターンであると、こっちのシリーズで3ポートがねなかったはずなので、これがおすすめとなっております。さあ他にもじゃじゃん、カラベナ、ただ注意していただきたいのが、これタイプ C のケーブルを、よっこいしょ、あ、前よりちょっと硬くなったかな。こうやって、はい、ぶら下げて、でこうします、こう引っ掛けだけです、はい、というものなんですけども、こんなことやると、どっか引っ掛けて抜けて、あ、意外と抜けない、抜けてなくす人存在してるみたいです。はい、ということで私もこれやったりするんですけど、ポイントとしてこれを一旦こうやってやっておく、そうすることで、はい、だいぶ強くなるんです。なので一回ここに通すことを忘れないでいきましょう。ちなみにこちらは定価でいうと550円、プライムで安くなってるかな。あ、そんでこれが15センチのミッチ系やつだ。まあ普通はこれとこうやってつないでやるんだね。ほんでこれがね、よくなくしたりする元になるからね、これすらも私使わない。これすらもね、一回くるりんくるりんしてこうしておけば、ちょっとの引っ張り耐性がね強くなるから、ここちょっとケーブルに負担かかりそうだけど、ちょっとの引っ張り耐性強くなるから、このやり方も個人的にはおすすめなんじゃないのかなと思ってる。ちなみにこのシリコンケーブルは定価1880円でございます。あれ、前よりちょっと値上げした？どうなんだろう。個人的には結構この長さ大好きです。というかこの長さ3本ぐらい持ってます。さあ、そして今回のもう大注目はこれですよ。マグネティック参戦してきました。もうそういう人気のところガンガン来ちゃうとこ大好きです。じゃじゃーんと、そんで今回のこちらは、まあ、基本的に、先ほどのもそうなんだけども、充電専用となっております。通信速度はねあんまり出ません、はい、USB2.0 と一緒です、はい、480MB ですかね、ただ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 わお、めっちゃいい。しかもこれでいて、なんとね 240W なんですよね。ちょっと待って、ええやん。で私ね、他にもいっぱいあるんですけど、今こっちにあるのが通信もできるやつ、 73g、 47g、 OK、 軽いね、まあ、通信できない分軽くなってる。ほんでこれがね、私が持ってるこれ 60W までのやつね。だからこれ240までいけるから、MacBook Pro の、 あのガチモデルであっても充電ができるんだよね。47に対してこれ 60W 専用。おお、あ、これ軽いわ。これ 60W までなのよ。2g 差、あ、3g 差か。これなかなかいいです。ちょ、こいつレギュラー入りっすね。でこれ何がいいのかっていうと、まあ、さっきのやつで言うと、このね、太めに設定したやつの内側にね、こうやって入れ込むことができるし、ほんでね、あのいろんな機器充電しますわって時、まあこれここで充電してるじゃないですか。卓上がねめっちゃ綺麗なのよ。こんな感じでこうやって充電とかできるからさ、卓上の綺麗さが半端ないため、このマグネットのケーブル私大好きです。ほんでこれがね、まあ、シリコンでも何でもいいんだけど、これになると、まあ、卓上こうなるよね。こうなっちゃうのよ。こうなるよ。でもマグネティックいくよ、はい、はい、充電します、はい、こっちの分ね、はい、長さちょっとくるくるっとして、はい、取り出しますみたいな、この綺麗さ。まあもうちょっと巻けると思うけどね。
この綺麗さが実現できてしまうということで、出張中これおすすめですということで、マグネティック持ってない方はね、これ試されることをおすすめいたします。ちなみに価格は1980円となってます。セールなってんのかな、これ。これなってたら俺はお祝いします。これはいい。そしてデレーンと、じゃじゃん。さあ最近もうモバイルバッテリーの高価格が止まらないということで震え上がってる皆様、はい、こちら定価3830円でございます。ほんで容量は1万ミリアンペアアワーで最大出力20ワットとなってます。ほんで重量は 185g ということで、使いやすい点値モデルといった感じですかね。ここに USB の端子がねポンポンポンとあって、これもあるのがポイント。ただ個人的にはやっぱりね、自分やっぱ薄型好きということで、 CIO は CIO でもこっち 5000mAh ぐらいしかないんだけど、やっぱね薄くて使いやすい、ということで私はやっぱこっちの方を使うんじゃねえのかなと思います。ちなみにこちらはスリム型のタイプ、まあ多分ちょっといい値段するんだと思うんだけどね。ほんで他にもね、いろいろありがとうございます。これがですね、スマートコビー EX スリムということで、細くてしかもケーブル付き 5000mAh、 やっぱこれ大好きなやつかもしんない。ジェレーン。しかもこちら T2 対応のやつ、マジかよ。なんか吸着する雰囲気がないんだけど、待っていくよ、くっつく。ほんで Q2 対応ということで最大 15W、ただ Android 系だと今のところ基本的に 7.5W だったはずです。ほんで今 15W いけちゃうっていうのが基本的なこの iPhone でございますね。お、ちゃんと充電できてる、充電入りました。ほんでこれ可愛いのがね、今回手書きのメッセージ、はい、来ました、ありがとうございます新しいのをお送りさせていただきますということで、ありがとうございます。でこちらですね、これで差し込むと急速充電ができるということで、差し込んでこれね3秒直しちゃって、今度いいのかな。ほんでもう一つポイントを言っとくと、まあ、これで無接点充電することができるんだけども、無接点充電するとどうしてもロスが出てしまいます。これ 5000mAh あるっていうけども、まあ大体8割とか7割とかそんなこと言われております。ただこれに接続すると、はい、まあ、こうやってくっつけながら、この有線の方が優先されるので、有線が優先されますので、はい、電気ロスがね少なく使うこともできるようになっております。だからこうやってねくっつくからいいよね。わ、これいいかもしんないな。なのでちょっと変な使い方で言うと、こうすると、はい、充電してこういってんのか。なんでこれを接続すると、あ、充電中ということで、この1本つなぐだけでこうやって無接点充電、そして有線での充電っていうことも可能になります。まあ、これはこれで使い勝手ベリグ、いや、これわりかしいいかもしれないね。もしこれになると出張道具がね、多分自分の場合はこれ、これこれですわ。これにぐる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 でしょう。ほんでやっぱりこの充電速度が出るやつ、これやると機器の故障とか充電がうまくいってないとかがよくわかるから、これも個人的に持ってきたいとこです。ナイスな組み合わせ。ただよく出張されるカズさんにということで、でも使うかなということで自分手出してこなかったんですけど、これやってきました。じゃじゃーんと、トータルアウトプット 65W のコンセント付きコンセント付きやってきました。一個感じたのがね、結構これね、薄付きの私としてはちょっと太いんですよ。見て、今回の私の出張道具ね、今ちょっとエースに決まりそうなのがこの2つになってるんですけど、はい、この2つ合わせてもまだ熱いっす。はい、で今回のこれ合わせてちょうど似たような厚みになってくるという製品。ただこのケーブルが出てるのはやっぱ激アツだけどね。それでいて、なんとですよ、こう刺すじゃないですか。ほんでね、ここ今まで刺さってたところになんとこれ刺して、でこれで充電できちゃうっていう、これだよね。それでいて本体に、ちゃんとタイプ C、タイプ C で USB ね、こちらがついてるということで、これ確かにねって、うん、卓上でねゴリッゴリになんか機器をいっぱいつなぐときはね、ありだわ。確かに一回使ってみないと分かんないなっていうのはあるんですけど、まあ、基本的な出張では持ってかないです。自分本当にマジで荷物少ないんで、うん、これこれ、うん、これだね。これで大体こと足りると思うから、これは持ってかないと思うけど、これ人によってはというか、結構ね本当出張とかそういうのに考えられた製品ではあるからね、まあいいんじゃないのかなと思います。
さあ、ほんで他にも癖のあるやつというか、じゃじゃーんと、これなんかね、1万ミリアンペアワーでめっちゃ推しで使ってたやつなんですけど、まあこっち半分の5000ミリしかないけどさ、ちょっと1年半ぐらいか、発売してから、いや良くなったね。ポイントとして、多分これケーブルがね、見てこれ長くなったのよ。ケーブルがこの外周、この装用になって長くなって、ちょっと使いやすさがね出てきちゃってるっていう。でもやっぱね、このケーブル付き最近めちゃくちゃ増えてきましたけど、本当に無接点充電と違ってね、ロスが少ないので、 5000mAh とかね、あの少ないやつであればあるほど本当にね効果が大きいと実感できるんじゃないのかなと思います。しかもこっちは Qi の充電ついてないからね、こっちは Qi2 ついてるから。でもこれはこれで今回もしかすると結構安くなってるかもしれないから、これはこれでおすすめ。ほんで他にもシリーズとしてはこれなんだと思う？これね、はい、 Apple Watch を充電して、それでいて、はい、こんな感じでマグセーフで充電ができるといった製品になっております。もちろん USB で接続しないといけません。ただ最近 Apple Watch 私しなくなっちゃったんで、こちらね出張まだ1回も連れて行ったことない結構いいんだけどね、こうやって角度調整とかも一応できるようになってるし、結構いいんだけど使うことがなかったです。そして他も、はい、Apple Watch 好きね、本当に Apple Watch 専用のモバイルバッテリー Type-C でこれ充電ができて、はい、こうやって使うことができるんだけど、これはね Apple Watch を使ってる時代であっても持っていくことはなかった。やっぱウルトラ使ってたから、基本的にね1日2日ってね、まあまあ充電持ってたから使うことなかったんだよね。なので毎日ね夕方ぐらいに充電が切れてしまいそうっていう人にはちょうどいいかもしれない。ただある程度いいお値段もいたします。まとも今度一通り紹介できたんじゃねえのかなと思う。さあ、ということで今回ですね、新しいシリーズも紹介させていただいたんですけども、やっぱり個人的なおすすめとしては CIO が特に得意としてるやつでいうと、やっぱ薄シリーズっていうのがね、やっぱアンカーにはあんまりないシリーズなんですよね。アンカーなんかね、もうこれなんかめちゃくちゃ爆売れしてますよね。このコンセント付きね、それでケーブル付きみたいな、ほんでこうやって引っ掛けれるみたいな、これアンカーでめっちゃ爆売れしてると思うんだけども、こういった製品がね CIO の方には、ね、あんまないんじゃねえのかなと思います。ただ逆に CIO が得意としてるのは、こういう他が出せない薄物シリーズ。ほんで薄物シリーズっていうのがね、薄くはなるけど横幅縦幅的に大きくなります。なのでそこの不便ももちろん出てくるんだけども、それよりもやっぱ薄くてカバンの端っこなんかにスッて入りやすい、どっかの隙間にスッて入りやすいということで、個人的にはやっぱね、私はね薄型バッテリー、そして薄型、USB の、充電器だねっていうのが結構おすすめです。ただ今までね、私結構ヘビーで使ってるからあれなんだけど、まあ、基本的にこれはね、あの小さければ小さいほどいいんだけども、まあ、小さいとどうしても発熱とかそこら辺で無理がかかってきて、なんかね充電がね、あの iPad となんか PC みたいな結構充電量かかるやつやったりすると、やっぱ充電がね不安定になったりするんだよね。不安定、ピコンポンピコンポンっていう経験がねちょこちょこあるので、そういった意味ではね、やっぱこの67ワットかなっていうぐらいの方を使っていった方が安定感は出てくる。ほんで今回のこれ 20W だから、本当にねあんまりいっぱい充電しないこと、やっぱ2つ充電するとね、まあ、ちょっとこれ外れかもしれないけど、ちょっと音がねさっき聞こえてきたから、やっぱそういった意味でねちょっと無理はかかってるんじゃないのかなと思う。ただこの小ささはねめっちゃ魅力だから、スマホ1個だけ充電するとかだったらね、これがおすすめなんじゃないのかなと思います。CIO はね、この Amazon プライムで惜しげもなく、もう大体全てあのセール価格にしちゃってるから、 CIO の製品買うならね断然プライムデーです。概要欄の方にねそれぞれリンク貼り付けておきますし、もしよかったらそちらの方から購入のほどよろしくお願いします。ということで本日はこんなところでまたお会いしましょう。じゃあね。